それの図書ラインを作っていきたいと思います。じゃあね、100均でノートとクリアケースは、あとグルーガンかはね、100均で新たにね買ってきたんですけど、はい、まあね、洗濯のりとか、あとインクとかラメとか、うん、容器とか、あとクリアファイルに貼るシールとかもコストコでね以前買ったのが家にあったので、ね、あるものはお家のを使いたいと思います。はい、見て、はい、チロンとチロンダメだよ、チロン、チロン一緒にできないよ。チロン降りて。はい、はい、じゃあまずはスライムを作りましょう。スライム作る。はい、久しぶり。ん？久しぶり。久しぶりだね。じゃあ作ろう。ね、まあいろんなね、YouTuber さんが作ってるね、あの動画があるんですけど、それもちょっとね、参考にしてね、うん、作ってみたかったスライムノートをチャレンジしたいと思います。はい。うん。いいやつ。はい。じゃあちょっと多めに作ろうね。うん。じゃあ色つけよう。色。色。うん。黄色。うん。一、三、四、五、六、七、八、九、十。マジマジ。もうちょっとかな。こう。なも。もうちょっと？もうちょっとな気がしない？このぐらい？うん。どう？あ、いい感じかな。うん。まあちょっと薄めて。こうし入れます。白くなった。これ。本当卵だもん。ん？卵色。卵。本当だ。ん？卵みたい。あの、なんだっけ。ケーキ。うん。なんだっけ、パンケーキの。パンケーキの生地みたい。パンケーキミックスの生地だ。入れちゃうもん。それでいいの？もういいよ。なんかほんと卵だね、リミ。もっと色濃くする？今なら色で、ここできるよ。すごい。見て。うん？どう？いい？黄身になっちゃった。ほんとだね、黄身。卵にしか思えない。卵じゃないって思うと卵に見える。卵って思うと卵に見える。だからもう卵にしか見えない。ラメとかどうするの？入れんの？入れる。じゃあラメ入れる？いい。いいよ。じゃあラメに入れます。うん。まずは青。次に緑入れます。まあ見て、青いつぶつぶになっちゃった。なんかさあ、シャッターみたいに飛び跳ねたみたいじゃない？ちょっとミミさん、面白いんですけど。なんかやだ、絶対それカビ生えたさ、生地だよね。はい、これは卵です。なんかほんと卵の、なんかまあこれ入れるから、なんかパンケーキの生地みたいなのにちょっとカビが生えたみたいな感じになっちゃった。だから腐った卵だよ。何入れんの？なんか
それを回避するために今なんか青いラメを入れてます。なんでその色を選択するかな、リミ。青とか緑とか言ったらなんかほんと腐ってるカビみたいなやつじゃない。どうなった、こんな感じ。なんか緑になったね、青入れたのに、ね、黄色と混ざって。やばい、もっと腐っちゃう。ほら、だから言ったじゃん。もっと腐っちゃった。はい、もう一回やります。ちょっとウケる。どうして、どうして腐らせるの、リミ。じゃあノートにこのクリアファイルをこうやって、うん、貼りましょう。グルーガンに貼って、うん、で、グルーガンちょっと危ないから、うん、どうしよう、リミちゃん、できる？できるかな。ほぼママがやったんですけど、最後だけリミちゃんちょっとやりたいそうな、うん、気をつけんだよ、触らないようにね。そうそうそう、貼り終わりました。はい、そしたらそのちょっとブルーガンの色がめっちゃ白いんだよね、うん、だからなのでちょっとテープを貼って隠しましょう。はい、なのでこのコストコで買ったこのね、マスキングテープみたいなやつで。マスキングテープだ。そうだね。超いっぱいあるね。ね。金がいいかな。黄色は金が合いそうだね。ママの匂いする。うん。いいじゃん。じゃあそれを周りに貼っていきましょう。じゃあテープ貼っていきたいと思います。うん、ママもね、ちょっと一冊作ってて、こんな感じにしました。しーちゃん用の ピンク中心で、まあ、ファイルはちょっとね、赤になったけど、こんな感じどう。で、しーちゃん用のスライムはこれで、なんかいちごミルクみたいになっちゃったけど、ピンクのスライム見て、うん、できた。お、いいじゃん、キラキラ。オッケー、じゃあ次の工程いきましょう。じゃあ次はハスライムをじゃあ実際にね入れましょう。いい、入れて、うん、いい、うん、頑張れ。あ、そうだね、そうした方がいいかも。足りるかな、ちょっとスライムが少なかったかな。じゃない？で、蓋をして、うん。で、ちょっとまんべんなく。ちょっと少なかったかな？でも、いいじゃない？伸ばせば。あ、いいじゃん、いいじゃん。ちょうどいいんじゃない？ちょっとママにやっちゃおう。どう？あ、いい。いい感じだね。ママ、できた。うん。見てください。できました？できました。うん、お、綺麗に入りました。ちょうどよかったね、量ね。全部使ってこんな感じ。で、ママもピンクこんな感じに綺麗に入りました。こんな感じでブヨブヨ触れます。あ、いいじゃん。ね。いいね。気持ちいい。うん、で、最後の仕上げで、シールでちょっとね、可愛くデコりたいと思います。それが、一応これね、前コストコで買ったシール、これなんかいろいろと入ってるんで、これをね使います。はい、いい、リミ作った。もう選んだの、早選んだ。あ、そっか、まず名前をね。ママ言わないで。あ、そっか、でもアルファベットあるから。リミは今何を迷うね、これ。どうしよう、でも星もあるよ、うん、ハートかな、やっぱり。しーちゃんといえば、なんかこう、絆創膏とかさ、かわいいハートとか。それママじゃん。花、ママじゃん。
あ、なんかこうロゴもあるね。ロゴすごいね、このシール。うわ、超ギンギラだ。どうしよう、迷うな、これ。はい、じゃあ、しほちゃんにもね、来ていただきました。はい。しほちゃんは今日はね、一日中ね、学校の友達とね、遊んでっていうね。休みなの。ね。うん。プール行って、帰ってきて、ご飯も食べに行って。サイゼリアに行った。で、夕方も。何食べたの？3人でピザ食べたんだって。子供たちで？うん。子供たちで？一人ママがいたけどね。はい、じゃあね、すごい柔らかいね、うん、スライムも。なので、しほちゃんがいなかったので、しほちゃんの代わりにママが作りました。ノートにもなるで。どう、しーちゃん、ママのしほちゃんをイメージして作ってみました。どうですか？ちょっとピンクにしてみました。いいです、かわいい感じに。しーちゃん、カップケーキとかいらなくない？もっと私はシンプルの方が好みだったかもしれない。またそういうこと言う。見て、リンでも可愛いでしょ、リンシーちゃん。可愛い、可愛い。リン見て、可愛い。うん、知ってる。はい、じゃあちょっとね、アップで。リミちゃんが作ったのは、こんな感じです。ここに、リミってシールが貼ってあって、あとはもうここに星が散りばめられてる感じかな、この感じ。見て。はい、じゃあシーちゃんの貸して。はい。で、ママがシーちゃんに作ったのは、こんな感じで。ペーパーソープに。しーちゃん嫌だって。こんな感じ。で、下はちょっとね、ラブユーって書いてあるカップケーキ。え、嫌だ？嫌ではないでしょ？うちの方が嫌いよ。かわいいでしょ？リミがそう思っただけ。リミがこれやったら嫌だってこと。気持ちいいでしょ？うん。これいいね、かわいい。ね、なんか作るの結構大変だけど、出来上がりはね、いいかも。パパ見て。気持ちいい。というわけで、今回は、ノートスライムを作りました。はい。どうでしたか、リミさん、作ってみて。え？どうでしたか？気持ちいい。気持ちいい。しほさんは作ってはないけど、どうですか？実際に見てみて。心の幅が気になる。あー、まあね。ジャストフィットではない。このノートと、このファイルのね、寸法が、でもね、ノートより大きいよりかはいいかもと思って、使いやすいんじゃないかなと思います。見て、小さめの方が。見て、うん、あの、見ててね、見ててね、開くときにとね、こうなるの、うん、そしてね、うん、閉じるとき超重い。それでは、バイバイ。バイバイ。バイバイ。怖いよ。しほちゃんにやったのに、バイバイしてよって怖いな、りんちゃん。グミ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 ペア。